あれさっきより元気なかったんで、もう一回行こう。皆さん、こんにちは。こんにちは。大きな声でありがとうございます。ということでね、今からマスコットショーを行います。嘘ですよ。もう今終わりましたけどね。今からのコーナーは、今度は変わりまして、すっかりコーナーが変わりまして、チアドラチャレンジというね、チアドラゴンズにいろんなゲームや競技に参加してもらおうという、ね、いうコーナーなんですけれども、今日の、ね、参加してくれるチアドラゴンズを紹介します。チアドラゴンズ3名、どうぞ。あやかと、まなみと、ゆいです。はい、じゃあもうちょっと前行きましょう、もうちょっと前。はい、じゃあ挨拶一言ずつお願いします。皆さんこんにちは、1年目の小倉彩香です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。1年目の村瀬まなみです。よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。皆さんこんにちは、1年目の竹内結衣です。よろしくお願いします。はい、ゆいちゃんです。ね、3人の位置がこのままだと僕がここに立つとちょうどいいぐらいになってますけどね。まあまあそれはいいんですけども、さあそれでは早速なんですけどね、チアドラゴンズにね、このコーナーの絵を描いたりね、モノマネやってもらったり、ジェスチャークイズをやってもらったりいろいろしたんですけど、今日はなんと斬新な障害物競争にね参加してもらおうと思います。ということでね、マスコットとやることはほぼ同じですね。それを、今から3人には挑戦してもらってタイプに競ってもらうというね、体力勝負ですので、チアドラゴンズはもう体力バッチリですからね。本当かな、大丈夫、大丈夫だと思いますので、皆さんね、皆さん大きな声で声援をお願いします。じゃあちょっとルール説明しますので見てくださいね、3人はね。じゃあちょっとセッティングします。この間やったんですけどね、この間、ドアラとレオ君でやった競技をやってみたいと思います。はい、よろしいですか。フラフープあるけど、フラフープできる、みんなできる、できる。あ、じゃあちょっと待って、じゃあちょっとフラフープやってて、真ん中で僕説明しろ、うん、説明しろ間に説明しろ間にちょっと真ん中行って、真ん中行って、そこでフラフープやってて説明してみたら、ゆいちゃん頑張れ。ずっとやっててね、あの皆さん、あの注目はね、あれできなかったら交代しつつでいいよ。あの皆さん、あの今フラフープやってますけど、ルールを説明します。ルールを説明します。はい、皆さんルールを説明します。聞いてくださいね。ルールいいですか。はい、じゃあまず最初にここに気をつけしてみます。ね、気をつけした。やめようか、ちょっとタイム誰もこっち見てくれないから、ね、1人ずいてね、ここの中に入ってます。用意ドンで3回くぐります。1回、2回、3回、3回くぐったらこちらに走って一周回ります。いいですか。もう疲れてきちゃった俺。そしてこのザルからボールがありますんで、ボールを乗せます、ね、ここまで走っていって、上手にこの上に上手に乗らないんですけど、乗らないんですけど、上手にやるとコロンってうまく乗ります。ここでストップ、ここまでの時間を競ってもらうんですね。罰ゲームを1個だけ考えてみましょう。フラフープしながら自己紹介前やったよね。じゃあもう1回それを今日やってもらおうと思いますね。最後タイムが一番悪かったらしいね。はい、ということで、あー疲れた。順番は誰からいきましょう。じゃんけんしますか。はい、さあ何番がいいですか。1番で、お、いいですね。2番で、はい、じゃあね、こちらに来てもらって、3回まずコーナー中に入ったところからスタートですね。そこから3回回って、3回くぐって、ここを1周回ってボールをとスプーンでここに乗せるという競技になります。じゃあ皆さん、あの皆さんついてこれてますかね。大丈夫ですか。ルール分かりましたね。さっきのマスコットと同じような感じです。タイムで競います。それでは行ってみたいと思います。よーい、スタート。1回、2回、いいよいいよ、3回、そこまで、はい、そこまで、そして1周回ります。ちょっとね、今日風が強いので、このボール落ちるんじゃないか心配ですけどね。順調です、ここまで順調です。うまく乗せると乗りますが、もう一回拾っていいよ、拾って、とにかく乗せる、はい、 OK、 記録よろしいですか。記録発表します。21秒17、結構いいと思いますね。これ最後、
最悪は自己紹介ありますからね。はい、じゃあ次はゆいの21秒を目指していきましょう。はい、そこは入ったところからいきます。最後終わったら最後そこ入った状態で終わるよね。はい、行きましょう。1についてまだ気をつけ気をつけ、1について用意で始めそうですけど、1について用意スタート。いたいきなり頭ぶつけてますけど、頑張りましょう頑張りましょう。そこで終わりです。はい、そして一周回って、はい、ボールと、はい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 、いいですよ、いいペースです、いいですよ、慎重に一発で乗せればいいですよ。残念、3点で拾っていいです。さあ頑張りましょう。ダメです。さあ風も強いので頑張りましょう。落ち着いて、はい、 OK。 おすごい、これ今入って押してる、ちょっと見て見て見て、ちょうどすごい30秒ぴったり。すごい別に記録が早かったわけじゃないです。30秒00になったんでびっくりしただけです。30秒00ということで現在2位、2位ということは最下位ね。はい、ということで彩香にかかってまいりました。じゃあ最後頑張ってもらおうと思います。それではいきましょう。1位について、よーいスタート。お、新しい新しいけど尻が出てる尻が出てるって言うから、はい頑張って、はい頑張って頑張って、一発入れれば間違いなくこのまま落ち着いて、そこ落ち着いて、はい OK。 すごい、好記録出ました、好記録が出ました。発表します。17秒45ということで彩香の優勝です。はい、ということでね、最下位はゆいさん。はい、じゃあマイクを持っていただいてですね、このフラフープのやりやすいかな。はい、じゃあセンターに立ってください。先ほど言いましたけどね、ステージはご自由にお写真撮っていただいて構いませんが、ローアングルとかね、必要以上の望遠はやめてくださいと先ほど鍵穴であったかと思うんですけど、ローアングル以外は今の時間 OK でございます、ね、はい、ゆいちゃんにピント合わせてもらって、それでは自己紹介を、10秒間いきましょう。15秒間の自己紹介いきましょう。よーいスタート。スタートしてない、スタート。ちょっと、まさかできない、できない人、できなくてもやってください。頑張ります。頑張ってください。はい、拾いながら、はい、どう、今日は絶対勝てるように応援するのね。頑張れ。皆さんも応援よろしくお願いします。はい、OK です。すいません、このぐらいで許してあげてください。すいません、よく頑張りました。ということで、じゃあ3人並んでもらってね、え、ほんとこんなことやらせて俺、内先生怒られるんじゃないかと思ってちょっと心配ですけど、じゃあね、最後締めてもらおうと思いますね。もう今すっかり言ってしまいましたけど、まあ今日勝って明日勝つと、なんとドラゴンズ通算5000勝ね、もう連勝でいきたいと思ってますんでね、もう今日明日2日間含めた意気込みぐらいで頑張って、はい、自己紹介というか挨拶で終わりたいと思います。どうぞ。今日明日と交流戦なんですが、一生懸命私たちも応援するので、皆さんも全力の応援で今日も勝てるように頑張りましょう。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ドラゴンズ連敗が続いているので、はい、今日と明日交流戦の最後を2勝して終わりたいです。皆さん応援よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。最後、あやか。今日勝って明日勝って5000勝を名古屋ドームで皆さんと迎えられたら嬉しいと思うので、皆さん全力でドラゴンズを応援しましょう。よろしくお願いします。はい、お願いします。ということで今日のジオドラチャレンジはゆい、まなみ、あやかの3人でした。大きな拍手お願いします。